事故があったのは千歳市真町4丁目の市道です。午前7時半ごろ、通学途中の小学校低学年の男の子が市道を横断しようとしたところ、左から来た車にはねられました。警察によりますと、男の子は病院に搬送されましたが、意識はあったということです。車を運転していた男性が自ら小学生と接触したと消防に通報しました。男性に怪我はありませんでした。当時の路面状況は圧雪状態だったということで、警察は運転手の男性から話を聞くなどして事故の原因を詳しく調べています。